頑張るけど、頑張るけどさ、はい、頑張りますよ。はい、朝っぱらからですけれども、やっとプリンターの調子が治りました。ヘッドを2回クリーニング、クリーニングっていうかね、水洗いしましたよ。そして、インクも全部入れ直しをして、ほらできました。よかった。今は朝の8時半です。これから夕方4時ぐらいには家を出ます。マオイママさんはお昼前に出ますということでした。ジャン君、ポンちゃん。さあ、ジャン君、甘えているところ申し訳ないんですが、3時半になるのでですね、これから秋葉原、東京の秋葉原に行って営業をしてきます。まあ、いわゆる懇親会ってやつなのでね、名刺交換をしに行くっていう感じですが、頑張ってくるね。資料もなんとかプリンターが直って作れました。はい、じゃあ行ってくるね。おとなしくお留守番お願いします。そこにポンちゃんもいるのでよろしくね。ポンちゃん、ジャン君の相手してあげてください。はい、ただいま帰りました。もう帰って着替えを済ませました。ジャン君すいませんでしたね。ポンちゃんすいませんでしたね。ジャン君、ジャン君、だいぶ長いこと待った。ママさんはお昼から、パパは3時半から家を出て、今10時半です。だいぶ長いこと留守番したね。なかなか仕事を得るには大変よ。ポンちゃん頑張るけど、頑張るけどさ、はい、頑張りますよ。